これより始球式が行われます。始球式を行うのは木村拓哉コーチの長男、小学校5年生木村幸輝君です。背番号0、幸輝君にとって永遠のヒーロー、お父さんのユニフォームを着ての始球式です。原監督が促してジャイアンツのナインがぐっと前に出ました。幸輝君の始球式を温かく見守ります。内野手も集まりました。巨人対としません。いよいよプレーボールです。立派に始球式を務め、お母さんの由美子さんのもとに歩み寄りました。まもなく木村拓哉コーチ追悼試合、巨人対広島5回戦、プレーボールです。